ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画では、海底に眠るロシア、ソ連の原子力潜水艦、について紹介していくぜ。おう、原子力潜水艦についてなんだね。でも海底に眠るっていうのは、どういうことなの？そうだな。これは海底に沈没した原子力潜水艦ってことだぜ。なるほどね。数年前のニュースでも沈没した戦艦武蔵が海底で発見されたっていうのがあったよね。そういう感じかな。まあそんな感じといえばそんな感じだけれども。ただ、戦艦武蔵と大きく違う点は、戦艦武蔵は撃沈されて海底に沈んだけれども、原子力潜水艦の場合は事故で海底に沈没しているという点が挙げられるぜ。あ、そうなんだ。ということは原子力潜水艦は実際の戦争では撃沈されていないんだね。それだったら海底に沈没している原子力潜水艦の数も少なさそうね。いや、それが意外と多くて、ソ連とロシアの原子力潜水艦はこれまでに8隻が事故で海底に沈没した。一方でアメリカの場合は、これまでに3隻の原子力潜水艦が事故で沈没している。え？ロシアの方がアメリカの3倍近くも原子力潜水艦の沈没事故が多いんだ。ああ、しかも潜水艦は軍事機密の塊だから、もし人知れず海底で原子力潜水艦の事故が起きたとしたら、情報が外に出てこないことも普通に考えられる。だから、少なくとも8隻は海底に沈没しているという方が正確かもしれないな。そっか。まあでもソ連は原子力潜水艦が事故で沈没しました。って自分から発表しないよね。その通りだよな。それにもし沈没したのが外国の海域の海底だったら、外国の手によって原子力潜水艦が回収されてしまう可能性があるからな。実際にアメリカが事故で海底に沈んだソ連の潜水艦の一部を引き上げたケースもあるんだぜ。へえ。でもなんでアメリカはソ連の潜水艦が事故で沈没したってわかったの？ああ、このソ連の潜水艦は1963年にハワイ近海で爆発事故を起こしてしまった。この時、アメリカのソナーシステムが爆発の衝撃を感知したことで海底調査を行い、ソ連の潜水艦が沈没したことを突き止めたんだ。そしてこの事例の潜水艦は、K-129、というディーゼル型の潜水艦だったんだが、おそらく核兵器を積んでいたか何かで、沈没した周辺の海域で放射線が高くなってしまった。え？それ、めっちゃ危ないよね。ってことはそのままだと危険だから、アメリカは潜水艦を引き上げたってことなのかな？いや、沈没船の危険性を考慮してというよりも、ソ連の軍事機密を入手したくて潜水艦の一部を引き上げたみたいだな。この引き上げ任務は、プロジェクト・ジェニファーと呼ばれていて、任務の実行主体はアメリカの情報機関である CIA だった。ソ連の軍事情報と暗号技術の入手がプロジェクトの目的だったんだぜ。なるほどね。つまり、この時は安全面よりも軍事的なことが優先される時代だったんだね。やっぱり、冷戦の時に原子力潜水艦が沈没した事例が多いのかな。さて、どうだろうな。まあ、ソ連の時代の方が長いので、自然とそうなるかもしれないしな。原子力潜水艦の沈没事故がいつ起きたのかについては、これから説明していくぜ。では、これまでに沈没したソ連とロシアの原子力潜水艦の一覧を時系列で紹介してみようと思う。原子力潜水艦の沈没事故が起きたのは1970年から2003年の間になるから、約30年間で8隻の原子力潜水艦が沈没したんだ。約30年間で8隻ということは、だいたい3、4年で原子力潜水艦が1隻沈没しているわけだね。やっぱり多いよね。改めて見るとそう思うよな。ただ、1970年代に沈没したソ連の原子力潜水艦は、K-8 の1隻だけだ。1970年に K-8 はスペイン沖を潜水中に火災事故で沈没した。この事故で K-8 の乗員52名が亡くなった。なるほどね。1970年代は原子力潜水艦の沈没事故は少なかったんだね。しかし、1980年代には5隻の原子力潜水艦が沈没してしまった。1982年に K-27 が沈没した。さらに1983年と1985年には K-429 が2回も沈没した。そして1986年に沈没した K-219 は34機の核弾頭も一緒にバミューダ諸島の近辺に沈んだとされている。めちゃくちゃ多いね。1980年代の沈没事故。
それに核弾頭が34基って多すぎだと思うわ。そうだな。34基もの核弾頭が海底に沈んでいると思うと不安だよな。そして、1989年に K278 がノルウェー海での演習中に火災事故で沈没した。この沈没事故では乗員42名が亡くなった。この K278 がソ連時代に沈没した最後の原子力潜水艦だ。これで、1980年代に沈没した原子力潜水艦は全部だね。でもこうして時系列で追ってみると、1980年代はほぼ毎年くらい原子力潜水艦の沈没事故が起きている印象だね。ああ、1980年代は沈没事故が多発している時代だな。そして1990年代は1件も原子力潜水艦の沈没事故は起きていない。へえ、1990年代は1件も沈没事故が起きていないんだね。ということは2000年代になって残りの2件の沈没事故が起きたということだね。その通りだぜ。2000年に K141 がバレンツ海で行われた演習中の事故で沈没した。K141 の沈没事故は118名の犠牲者が出た大惨事で、すぐに報道もされた。しかしロシアは、アメリカとイギリス、ノルウェーの各海軍からの支援を最初は断ったんだ。冷戦が終わった2000年でも、原子力潜水艦は変わらず軍事機密の塊だということを表しているよな。2000年ということはプーチン大統領か。ああ、ただこの時のプーチン大統領の行動は国内外で批判を呼んだ。そして2003年に K-159 がバレンツ海に沈没して以降、ロシアの原子力潜水艦の沈没事故は起きていないとされている。これで8隻全部だね。でも、現職であるプーチン大統領の時に原子力潜水艦が2隻も沈没しているんだね。ちなみに、K-141は2001年に海外の民間企業とも協力して引き上げられたが、K-159 はまだ海底に沈んでいる。この K-159 を引き上げる計画が現在も検討されている。また K-159 の引き上げには3億ドルほどの巨額な予算が必要だとも言われているんだぜ。3億ドルも、原子力潜水艦を引き上げる費用ってすごい金額になってしまうんだね。まあな。それに、ソ連、ロシアの原子力潜水艦は、沈没していないけれども大きな事故が起きてしまったケースも複数あるんだぜ。事故の中には放射線の漏出で死亡者が出た事故や数百人以上が被爆した事故もあるんだ。1960年代のソ連ではこういった原子力潜水艦の大きな事故が少なくとも4回以上は発生している。1960年代は原子力潜水艦の沈没事故はなかったけど、大きな事故は起きていたんだね。ちなみにアメリカの原子力潜水艦でも事故はあったのかな？ああ、アメリカもいくつか原子力潜水艦の事故を起こしている。特に1970年代にはグアム島の付近で2件の原子力潜水艦の事故が起きているんだ。他にも変わり種の事故としては、1983年にソ連の原子力潜水艦 K-324 とアメリカの原子力潜水艦 USS ドラムが衝突事故を起こしたというのもあるんだぜ。え？そんな衝突事故まで起きていたの？なんだか原子力潜水艦って普通に危ない気がしてきたんだけれども。まあ、そう思うのも仕方がないよな。ちなみにそもそも原子力潜水艦ってどういうものかは知っているかな？うん、実はよく知らないんだよね。普通は船とか飛行機に原子力って使わないと思うんだけど、なんで潜水艦には原子力を使うのかとか、正直なところよくわかっていないわね。では、原子力潜水艦について、簡単な説明をしたいと思う。その方が原子力潜水艦の沈没事故の影響などについても、理解しやすくなると思うぜ。そうだね。ぜひ、説明をお願いしたいわ。原子力潜水艦とは一言で説明すると、動力に原子炉を使用する潜水艦のことだ。なるほどね。その、原子炉というのがよくわからないのだけれども。ああ、そうだよな。原子炉とは、核分裂連鎖反応を制御した形で発生させて、核分裂のエネルギーなどを安全に取り出すための装置のことだ。別名で核分裂炉とも呼ばれたりするんだぜ。なるほど。核分裂をパワーにして動くということだね。車がガソリンを使って走るみたいに、原子力を使って動くという理解で大丈夫かな？そんな理解で、大体大丈夫だぜ。原子力潜水艦の基本的なシステムは、ディーゼルなどの他の動力源と同じで、原子炉で生み出したエネルギーを使用して潜水艦尾のスクリュープロペラを動かして進むんだ。
具体的には、原子炉での核分裂反応により生成される熱エネルギーで水を沸騰させて高温高圧の水蒸気を発生させる。この高温高圧の水蒸気でタービンを回すことで、スクリューを回転させるんだ。なるほどね。ちょっと整理させてもらってもよいかな。まず、タービンというのは、一体どういうものなのかな。そうだな。タービンというのは、すごくざっくり説明するとモーターや歯車装置のように回転運動のエネルギーを作る装置のことなんだ。回転運動のエネルギーを作る装置。ああ、わかりやすい例で言うと、意外に感じるかもしれないが風車や水車もタービンの一つなんだぜ。装置の動力源に液体やガス、空気などの誘導体を利用するのが特徴だ。なるほど、風車とかもタービンなんだね。つまり、原子力潜水艦の中で水を蒸発させて、その蒸気の力でタービンを回しているってことだね。まさにその通りだ。他にも、原子力発電所のように原子炉で電気を生産して、その生産した電気を蓄電して電力で動く方式の原子力潜水艦もあるんだぜ。なるほど。蒸気の力でなく、電力で動く原子力潜水艦もあるんだね。電気自動車に原子炉積んで自家発電しながら走っているような感じだね。ああ。だから原子力潜水艦は従来のディーゼルエンジンで動く潜水艦とかよりも燃費が良いんだ。また、ディーゼル型の潜水艦は数日に一度は海上に浮上しなければいけないんだけれども、原子力潜水艦は理論的には長期間の連続潜水が可能なんだぜ。え、理論的には。っていうことは現実だと違う感じなのかな。ああ、実際には長くても2ヶ月程度の連続潜水になると言われている。これは、スペック的な問題ではなくて、乗員の心理的な問題が大きいんだ。他にも新鮮な食料の補給、艦外からの整備などが必要になってくるので、数ヶ月を超える長期間の連続潜水というのは現実的ではないと言えるんだぜ。確かに半年とか1年とかずっと海底で生活するのは嫌かもね。でも、そもそもだけど、原子炉って潜水艦に収まるんだね。映画とかだと潜水艦の艦内って狭いイメージがあるけれど。そうだな。これはデメリットでありメリットでもあるんだが、原子炉を積むために、原子力潜水艦は大型化する必要があるんだ。そして、原子力を動力とするので、潜水艦を大型化させても問題なく動かすことができるというメリットもある。でも潜水艦が大きいと良いことってあるの。潜水艦を大型化させて多くの人を運びたいなら、別に潜水しなくても船で移動すれば良いのかなって思うんだけれど。ああ、確かに潜水艦には隠密行動で人を運ぶ任務もあったりもするが、その目的だと大型化のメリットはそこではないのは指摘の通りだ。潜水艦を大型化するメリットは、主に核ミサイルなどの核兵器を搭載できることだな。え？それは一体どういうことなのかな？原子力潜水艦というのは、いわば秘密の核ミサイル発射基地、みたいなものなんだ。敵国の知らない場所の海底に潜んでいて、いざとなれば即座に核ミサイルを発射することができる。しかも移動することができるので、一旦敵側のレーダーに捕捉されたとしても、場所を変えて仕切り直すことも可能だ。それって核ミサイルの発射基地としては理想的なものだと思わないか。まあ。敵国が原子力潜水艦をそんな風に運用していたら恐怖だよね。まさにその通りだぜ。だから冷戦時はアメリカとソ連の間で原子力潜水艦の熾烈な開発競争が行われた。それに、他の国々が原子力潜水艦を開発すると困るから、原子力潜水艦に関する情報は軍事機密として厳重に扱われたんだ。なるほどね。そうすると最初の話で、ソ連が原子力潜水艦の事故の情報を外に出さないようにしていたという話も、ロシアが原子力潜水艦の沈没事故時に外国の支援を断ったということもわかる気がするわ。その通りだぜ。ただ、原子力潜水艦から発射できる核ミサイルはそれほど強力なものではなかったので、報復措置的な使い方になったんだ。強力な核兵器は広島や長崎に使われたように航空機から投下したり、地上から巨大な核ミサイルを発射したりということが想定された。そして、もし敵国が強力な核兵器を使用したら、敵国近海の海底に潜んだ複数の原子力潜水艦から敵国の核都市に向けて核ミサイルを報復措置として発射するということが想定されていたんだ。なんか、今になって冷静に振り返るとすごい時代だったんだね。まあ、ソ連とアメリカでそうやってお互いを牽制していたというのが冷戦という時代の特徴だな。
そして、原子力潜水艦というのは、そういった冷戦時代の核兵器開発競争の象徴的なものでもあるんだ。なるほどね。でも、確か映画でそういう冷戦時代に核兵器を報復的に使う内容の作品を見たことがあった気がするわ。アメリカがソ連に核兵器を使おうとしたら、ソ連は自動的に核兵器で反撃するって内容の映画を。白黒の映画だったから、結構昔の映画だと思うけど。それは多分、博士の異常な愛情または私はいかにして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか、だね。この映画はコメディ映画だけど、冷戦時代の核兵器に関するシステムやムードを理解するには良い映画だと思うぜ。それにアメリカ映画のオールタイムベストのランキングに入ってたりもする有名な作品だしな。ふーん、そうなんだ。そして、原子力潜水艦の大きなデメリットなんだけれども、これは多額の費用がかかるというのが挙げられる。原子力潜水艦の開発費用もかかるし、保守運用の費用や乗員の教育にかかるコストも莫大になってしまう。さらには、古くなった原子力潜水艦を廃棄するときにも原子炉と核燃料を処理しなければいけないという問題が出てくる。もちろん、廃棄処理する際に放射線が漏れてしまう危険なども出てきてしまうんだ。なるほどね。この問題は原子力発電所と共通するものがあるかもね。まさにその通りだぜ。そしてソ連はこの大きな費用がかかる原子力潜水艦を合計で250隻ほど建造していたと言われているんだ。そんなに？それだと原子力潜水艦のメンテナンスとかだけでも費用がすごいことになってしまいそうだね。ああ。それだけ熾烈な開発競争が行われていたということの証拠でもあると思う。そして、こういった背景がソ連の原子力潜水艦の沈没事故に影響している可能性もあるんだ。え？それって一体どういうことなの？さて、どういうことだろうな。原子力潜水艦の沈没事故の原因については、これから説明していくとしよう。では、最初の方にソ連の原子力潜水艦の沈没事故は1980年代に多く発生しているということを話したと思うけども、それは覚えているかな？うん、確か1980年代だけで5件の原子力潜水艦の沈没事故が起きてしまったんだよね。その通りだぜ。実際には5件の沈没事故は違う原子力潜水艦だったりもするし、直接的な原因もケースバイケースで同一のものではないと考えられる。ただ、この1980年代というのはソ連の経済が悪化していた時期と重なるんだ。なるほどね。多額の費用がかかる原子力潜水艦を運用するのが難しい時期だったというわけだね。そうなんだ。原子力潜水艦の沈没事故については不明な部分も多くて、実際のところの原因はわからないというのが多いんだけれども。だがもしも、ソ連が原子力潜水艦のメンテナンスや乗員にかかるコストをギリギリに切り詰めて運用していたと仮定すると、事故が多発するのも納得できる部分もある。それにアメリカは1980年代に原子力潜水艦の沈没事故は起きていないし、ソ連の特殊な事情が関係していることは十分に考えられるんだ。まあ、ありそうな話ではあるよね。でもそうすると、アメリカは1960年代に3件もの原子力潜水艦の沈没事故を起こしているけど、それもアメリカが原子力潜水艦の保守運用に関する予算を削減していたからとかになるのかな。それについては、初期の原子力潜水艦だったというのが、原因としては大きいかと思うぜ。新しい分野の最初期の機械やシステムはどうしても不具合が出てきてしまうものだからな。最初期の1955年に建造が始まったソ連の原子力潜水艦、ノベンバー型原子力潜水艦も、事故が多かった原子力潜水艦として知られているんだ。事故っていうのは、どんな事故があったのかな？ああ、少なくとも1960年代だけで4回の大きな事故を起こしているんだ。中には39名が亡くなった事故や142名が被爆したような大きな事故もある。そして、1970年には、ノベンバー型原子力潜水艦の K8 が沈没事故を起こした。1960年代に4回も事故を起こして、最後は1970年に沈没事故ってかなり問題のある潜水艦だったんだね。まあ、正確に言うと同じモデルの機種だけども、すべて同じ原子力潜水艦というわけではないけどな。ただ、沈没した K8 は1960年に原子炉の故障を起こしていて、乗員13名が被爆しているんだ。これも最初期の原子力潜水艦ということに加えて、米ソの熾烈な開発競争のせいで無理な開発スケジュールや安全面が軽視されてしまったという可能性も考えられるんだ。
確かにそう考えると辻褄が合う気がするわ。こういうのは原子力潜水艦に関わらず、一般的な製品や建築物でもあり得ることだから、注意したいところだわ。あと、気になるポイントとしては、沈没した原子力潜水艦による環境などへの影響だと思うけれども。それはすごい気になるわ。沈没した原子力潜水艦に近い海の魚介類に影響があったとしたら大問題だよね。では、沈没した原子力潜水艦の環境や人体への影響についても紹介したいと思う。とは言っても、昔のソ連の原子力潜水艦の事例になると、沈没した当時の環境への影響がどれくらいあったのかなど実態の把握は難しいというのが正直なところなんだ。ええ、だとすると何もわからないってことなの。ただ、アメリカの原子力潜水艦が沈没したケースもあるので、その場合は調査の報告書が公開されているんだ。なるほどね。情報が公開されているアメリカのケースで考えてみるってことだね。ああ、他の沈没した原子力潜水艦の影響についても参考にしてみるってことだな。1963年、アメリカの原子力潜水艦、スレッシャー、が沈没した。この沈没事故以来、アメリカは事故現場付近の海域の環境条件を定期的に検査しているんだ。海水、沈殿物、海洋生物のサンプルを検査した結果、環境に対し重大な影響は出ていないと結論付けているんだ。また、沈没したスレッシャーからの核燃料が漏出していたことも明らかになっている。やっぱり沈没した原子力潜水艦から漏出しているんだね。まあな。ただ、沈没しなくても、例えば停泊している原子力潜水艦から放射線が漏出することもあるしな。沈没した原子力潜水艦から核燃料が漏出していたけども、それほど大きな影響はないだろうということだ。え、停泊しているだけで原子力潜水艦から放射線が漏出するの？まあ、そういう場合もあるっていうことだな。実際に1998年に横須賀港に停泊したアメリカの原子力潜水艦トピカとバッドフィッシュから放射線が漏出したという疑惑が出た。横須賀港内で通常の3倍以上の放射線が計測されたんだ。え、そんなことがあったの？ああ、でも日本政府は正式な調査を行わなかったので、あくまでも疑惑という形だ。アメリカもこの件については、情報を公開していないしな。なるほどね。なかなか、原子力潜水艦の事故については情報が公開されないものなんだね。まあそうだな。他には、1989年にノルウェー海で沈没したソ連の原子力潜水艦278の場合は、事故後に定期的に事故現場付近の海が検査されているんだ。この検査の結果、通常よりも高いレベルの放射線が漏出していることが確認されている。しかし、それほど大きな問題はないと報告されているんだ。でも、問題ないって言われてもやっぱり不安だよね。そう思うのは仕方がないかもな。だけれども、そもそも問題ないレベルというものがどういうものなのかは知ってるかな。いや、全然知らないわ。では、まず最初に原爆や原子力発電所などの事故で、短時間に大量の放射線を浴びて被爆した場合について説明するぜ。つまり最も危険な被爆のケースってことだね。その通りだ。これを詳細に言い換えると、10グレー以上の大量の放射線を短時間で全身被爆した場合となる。この場合は被爆から48時間以内に全身脱力、吐き気、嘔吐に発熱といった急性障害が出現する。そして数日以内に呼吸不全や循環不全で死亡する危険がある。広島と長崎の原爆による被爆で数日以内に亡くなってしまった人は、このケースに当てはまるわけだね。ああ、そうなるな。そしてさらに、被爆から約3週間から2ヶ月で脱毛や口内炎などが発症する。他にも造血障害や消化管障害、中枢神経障害などの症状が発生するんだ。かなり深刻だね。あと、確か被爆すると癌になったりするとも聞いたことがあるのだけれども。そうだな。被爆が原因で癌が発症するのは、確率的影響、というんだ。これは、放射線によって遺伝子が変化した結果、数ヶ月から数年以上を経て被爆した細胞が癌化する可能性があることを言うんだ。被爆の影響で遺伝子が変化してしまうんだね。恐怖だわ。そうだな、変化というと不気味かもしれないが。放射線は DNA に従来線を切断する作用があって、切断された遺伝子が修復する過程で結果的に変化してしまう場合もあるということだな。なるほど。例えば骨折した箇所が治ったとしても、元々とは少し違う風になるみたいな感じかな。まあ、
そうかもしれないけれども、その場合よりも被爆の方が深刻かな。癌細胞になってしまうわけだし。まあそうだよね。でも、被爆したことで自分の子供にも影響が出てきたりはしないのかな。いや、その可能性は否定されているんだぜ。被爆後に妊娠して生まれた子供への遺伝的影響については、日本の原爆被爆者の調査においても発見されなかった。ここは差別や偏見が生じるポイントだから、はっきりと否定しておきたいところだな。なるほどね。でも被爆後に妊娠した子供への影響はないってことは、妊娠中に被爆した場合は影響があるってことなのかな。ああ、その場合は影響があるんだ。しかも妊婦本人よりも胎児の方が影響は出やすいと言われている。被爆した胎児は奇形の症状が発生する確率が上がってしまうことがわかっているんだ。そして放射線の影響は個人差があるんだが、大人よりも子供の方が白血病や癌の発生する確率が高いと言われている。つまり、妊婦と子供はより一層気をつけなければいけないということだね。その通りだな。これは知識として頭に入れておいた方が良いかもな。そしてこの直接放射線を浴びる場合よりも、放射線汚染された食品の危険性というのが、一般の人々からすると気になるところだと思うのだけれども。まさにそうだね。沈没した原子力潜水艦の影響という点で考えると、本当にそこが気になるポイントだわ。まあそうだよな。結論から言うと、食品を摂取することで二次的に被爆する危険性は比較的小さいと考えられているんだ。これは汚染された食品などを通して長期にわたって少量ずつ被爆した場合は、原爆や原発事故などで短時間で大量に被爆した場合よりも、放射線により傷ついた細胞の修復が行われやすいことがわかっているからなんだ。でも、比較的危険じゃないと言っても、普通に考えたら危険なんじゃないのかな。ああ、これも危険なレベルを示す基準値というものがある。まず最初に重要なのが、普通に自然に生活していても、少量の被爆は起きてしまうんだ。え、自然に被爆するんだ。それは知らなかったわ。そして日本人の平均では、年間で 1.5 ミリシーベルトの自然被爆が起こっている。この内訳として食品による被爆は約 0.41 ミリシーベルトとなっている。この年間 1.5 ミリシーベルトが一つの基準となっているんだが、厳しめの基準でも緊急時は年間10ミリシーベルトの被爆であれば問題はないとされているんだ。なるほどね。でもそれは全部含めて年間10ミリシーベルトってことだよね。そうすると食品については基準がわからないと思うんだけれども。ああ、そうだよな。WHO は緊急時の基準として食品による被爆を年間5ミリシーベルトと設定している。また同じように、ICRP、国際放射線防護委員会は年間10ミリシーベルトを基準値にしているんだ。じゃあこの年間5ミリシーベルトか10ミリシーベルトを基準にして、原子力潜水艦の沈没事故現場の近くで採れた魚介類などの放射線汚染を調査すれば大丈夫ってことだね。そうだな。汚染地域の海産物を調査して、この程度の放射線汚染であれば年間5ミリシーベルトには届かない、と安全性を担保すれば理論的には大丈夫だな。ただ、現実だと心理的な面もあるので、通常の基準値である 0.41 ミリシーベルトに近づける放射線の量でないと難しい面はあると思うぜ。でも、漏出した放射線は海水でかなり薄まるし、魚などの体内に取り込まれた放射性物質もその多くは排泄などで排出されるから、食品としての影響は小さいと指摘されている。なるほどね。じゃあ実際には食品からは被爆しないって感じなのかな。そこは実際のところを把握するのは難しかったりするんだよね。広島と長崎の被爆者への調査でも、食品による放射線の影響だけを切り出して、どんな影響があったのかを調べることは難しかったんだ。ただし、チェルノブイリの原発事故の時に、放射線汚染された食品による被害が確認されている。チェルノブイリの原発事故でそんな問題が起きていたんだね。ああ、この場合は放射線汚染された牛乳を飲んだ避難民の子供たちが被爆してしまった。なんと甲状腺透過線量で 200ミリシーベルト以上の被爆をしてしまったんだ。この被爆によって多くの子供が甲状腺癌を発症してしまった。200ミリシーベルトって、基準値の20倍から40倍だよね。それは危険すぎるわ。そうだよな。ちなみにたとえ放射線に汚染された食物でも、水洗いをしたりすることで、放射線を除去することができるんだぜ。また、魚のマスだと煮沸調理で約 50% の放射線を除去できることがわかっている。へぇ、なるほどね。でもこういうのを知っていると少し安心感が出てくる気がするわ。
まさにその通りだ。それに被爆した人への差別というのも、さっきの遺伝的影響があるのではないかという誤解が原因だったりするんだぜ。放射線の影響という点では、被爆国の日本では多数の被爆者への調査が多く行われているので、危険な場合とそうでない場合が分かっていることも多いんだ。そういう調査によって判明している事実を正しく発信していくことも、国際的には大切かもしれないな。なるほどね。日本人でも知らなかったりするからね。そういうのは大切だよねと実感したわ。おそらく、沈没した原子力潜水艦の影響という点では、実際の放射線汚染よりも誤った認識による差別などの風浪被害の方が恐ろしいとは思うぜ。黒い雨、という今村翔平が監督した日本映画に、広島の原爆による二次被爆の後遺症と被爆者への差別などの恐ろしさが描かれているから、こういう作品を通して実感してみるのも良いかもしれないな。ふーん、なるほどね。でも、海底に核ミサイルが沈んでいると思うと、それはそれで恐ろしいと思うんだけれども。それはそうだな。ただ、不発弾と違って安全装置は外れていないから、すごい危険かと言われるとそうでもないかもしれない。それに海での核実験ならこれまでに数百回と行われているからな。もし海底の核ミサイルの爆発が起きてしまったら現地調査しなければいけないとは思うけれども、生態系に尋常ならざる影響が出てくるかと言われたら、そうではないかもしれないよな。断言はできないけれども。え？これまでに何百回も海で核実験を行っているの？ああ。これまでに250回くらいは海での核実験を行っているんだぜ。それも中には原爆くらい強力なものも含まれていて。なるほどね。そうすると、原子力潜水艦に搭載されていた核ミサイルが海底に沈んでいるくらいは別に気にしなくても良いのかもね。いや、問題であることは間違いないと思うぜ。ただ、そこまでナーバスにならなくても良いのかなと思う。これは対応可能な問題という感じなのかなと思う。あと、少し話は戻ってしまうのだが放射線に汚染された食品の問題では、1生涯で100ミリシーベルトを食品から被爆すると健康被害が出てくるとも言われている。チェルノブイリの放射線汚染された牛乳の事例だと、200ミリシーベルトの被爆が起きてしまっていたので、やはり大きな問題だったというわけだぜ。そっか。じゃあ毎年、基準の上限である10ミリシーベルトを食品から被爆すると、10年後には100ミリシーベルトに届いてしまうんだね。だとすると、やっぱり原子力潜水艦の放射線漏出はきちんと対応しないといけない問題だね。ああ、過度に危険視しなくても良いけれども、決して軽視してはいけない問題だ。そして日本政府は日本海の環境保全という目的で、ロシアの原子力潜水艦の解体作業に協力しているんだぜ。2001年には日本政府がロシアに、スズラン、という名称の処理施設を提供した。これは退役したロシアの原子力潜水艦を安全に解体する施設だ。他にも日本が中心になってロシアの退役原子力潜水艦解体協力事業を行っていて、これはアメリカやオーストラリア、ニュージーランド、韓国にカナダも事業に協力している。原子力潜水艦による放射線漏れのような環境に与える問題は、国際的な枠組みで協力していくことが重要なんだぜ。日本もそんな風に協力しているんだね。最初は、原子力、って聞いただけで身構えてしまうところがあったけれども、放射線の影響が出てくる基準値やそれへの対応方法もあるわけだから、それを知ったら気持ちが楽になった気がしたわ。あと、原子力潜水艦の沈没事故の背景に冷戦があったというのも驚いたし、外国の外交問題がこういう形で自分たちにも関わってくるというのにも驚いたわ。放射線汚染した地域などへの風浪被害の問題というのも、不安になる気持ちもわかるから難しいとは思うけど、お互いに冷静になって相互に理解し合うことが大切なのかなと思ったわ。本当にその通りだな。ともあれ、今回の動画はこの辺で終わりということにしておくとしよう。みんなは今回の事故についてどう思った？意見、感想がある視聴者さんは、ぜひコメント欄に書き込んでいってね。高評価、チャンネル登録、メンバーシップの検討もよろしくだぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。